田中玄斎は、江戸時代後期の合津藩画廊。寛永元年、田中元京の子として誕生。署名は、玄剣。12歳で家を継ぎ、天明元年に34歳で過労に任じられた後、合津藩5代藩主、松平方信、6代藩主、姿重、7代藩主、姿重の3代の藩主に仕えた。当時合津藩に打撃を与えた、天明の大飢饉。 利根川や荒川の改修、江戸城の鉄大武神、江戸合図藩邸の消失などの窮地を乗り越えるため、財政、産業、軍政、教育など、藩政のすべてにおいて、改革を断行した。特に、合図藩は、天命の大基金によって、財政も急乏化しており、現在は、藩主、片信に、領民の救済と藩政の改革を願い出たが、受け入れられず、 一時病と称して過労を辞職した。その間、閉学や経済などについて研究して一年後に復権すると、天命の大改革県議所を上進大きな成果を上げた。また、食産工業の奨励が図られ、農民や町人に、養産薬用人参、紅花、藍、麺等の栽培、湿気、酒造り、エロウソク等の栽培や製造を、 推奨実行し、今日の合津地方の伝統産業の基礎が築かれた。さらに藩行日新刊の創設に尽力し、教育改革を行うなど、合津藩が天下の夕藩となる基礎を築いた。隣藩、白川藩主で、江戸幕府老中も務めた松平定信は家臣に対し、合津の田中三郎兵衛に笑われることなかれと、訓戒するほど高く評価された。文化五年。 ロシアの攻撃に備えて、約1600名の藩士ともに、カラフト警備に当たり、その活躍に幕府をはじめ諸藩から絶賛を得たが、同年、カラフトにて死去。去年61。我が骨は、鶴ヶ城と日進館の見えるところに埋めよとの遺言により、墓はそれらを見渡せる小田さんの山頂に設けられた。家督は、長男、現世が相続するも創生し、 一の世家の養子となっていた、次男、玄子が帰化してその後を相続した。幕末の合津藩画老田中玄清は、長男、玄世の孫、政治活動家の田中清春は、現在のおじ玄通の子孫。大正四年、十五位を追贈された。田尻左辺、増意所見伝蔵法番上特使増意年表 P39。ありがとうございます。